魔王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物が出現したのだ。8種の大蛇にも似たそれは城を襲い町を食らった。また復活を遂げていた魔人平清盛のもとに妖魔が集結、妖蛇と呼応して人間に襲いかかった。この危機に生き残った人間は国を越えて結束する。だが妖者はあまりに強大であり、生存者はあまりに少なかった。妖魔軍の前に人間は敗北を繰り返した。この絶望的な状況を覆すため、残された方法は一つ、妖魔の本拠地に潜入し敵の要たる妖者を撃つのである。たとえそれが無謀な賭けに等しくとも。生き残った最後の英傑、馬超、芝生、武田半兵衛の3人は決死の覚悟を持って作戦に臨むのだった。城を丸呑みするような化け物相手に戦を仕掛ける。勝てる可能性は低いけど仕方ないよね。俺たちにはもう後がない。これが生き延びる可能性の一番高い方法なんだから。希望を見失うな。勝機は我らの部で引き寄せるのだ。ああ、やるしかないんだ。やってやるさ。人間の未来もか。そして同胞のためや勝利を信じ腹を尽くすのみ。一か八か王者を狙う。うの悪い賭けみたいなもんだな。仕方ないよ。今回は相手が悪すぎる。必殺無影螺旋客。この
No!
がいい。液晶撃ち取ったぜ。受け取ってくれよ。あったな。この土砲をいただくとするか。よっ。したことが私としたことが悪い人間どもが全員諦めて滅びてしまえ。我らが食い止めます。何としても容赦を倒してください。目の覚める戦ぶり見事。取った。
当てろ。信じておりました。ご助力感謝します。ここまでか。一冊無影螺旋客などなかったのだ。退却、退却せよ。これ以上粘っても被害が増すだけだ。次の機会を信じるしかない。全員逃げろ。撤退だ。おお、いいとこに来た。
手を貸せよ。したとか考えた方が自然だよね。よし、ここを抜ければ。なに、面白そうなことしてるのね。ブエーラ戦客、ここで終わりだってのか。あら、もう終わっちゃうの。つまんない。もっと楽しませてよ。敵将馬防機が討ち取った。こちらへ。私はかぐやと申します。戦艦より皆様方にご助力いたすよう使わされたものにございます。もうあんな化け蛇が出てくるんだ。今さら千人くらいで驚かないが。俺たちを助けてくれるのか。さようにございます。かの幼者、今の皆様方のお力では到底かなうものではございませぬ。過去へ渡り、お味方を増やされますよう、私がそのお手伝いをいたします。あの、話が唐突すぎてついていけないんだけど。万言を尽くしてもご理解は得られますまい。されば詳細をお見せしましょう。文句なしの戦果だ。ここは俺たちの陣地か。バカな、幼者に挑む際引き払ったはずだ。それがなぜここにある。俺たちが時間を戻ったんだろうな。これがかぐやの言った勝者なんだろう。本当に過去へ戻れるというのか。
ならば俺は幼者出現の後この地へ至る前のことだ。俺は仲間と共に小田原城を目指していた。その途上医療の地で襲撃を受け、そして俺は仲間を救いたい。頼む、その時へ戻してくれ。承知いたしました。では後陣にお進みください。時を渡るためのよすがは記憶より生じます。強く思い浮かべられません。助けたいと願う。あんな短時間で陣地は再建できねえよな。となると時間を戻ったとしか。本当に過去に戻れるのなら今日はどうするんだ。また来てくれよ。さっき出て行かれたと思いましたが、ずいぶん早く戻られたんですね。あんなもの陣地にあったかな。幼者に挑むにはこの道を進んでください。